こちらサラダの盛り付けということでしてね、まあ、実際にですね、このハンドがですね、サラダを盛り付けていくといったことになります。で、あちら画像にありますように、ロボットはですね、まあ、どこに人参があってどこにレタスがあるかといったことをですね、認識することができております。で、ただですね、こうやって手を下ろすときに非常にゆっくり降りているんですね。これはなぜかと言いますと、まあ、画像を見ていて分かると思いますけども、やっぱレタスの認識とかはですね、こう手で自分が見ている画像を隠してしまうんですね。でそうするとですね、画像の変化がなくてどれぐらい使うのか分からないと。でそういった時にですね、その自分の力学センサーの値ですね、これを頼りに、まあ、サラダを盛り付けようとしますので、ゆっくりゆっくり手を下ろしてですね、その力の強さを、まあ、ニューラルネットワークといいますか人工知能が感じて手を閉じているといったことに